どうも、のくさん、お疲れ様です。水のビジネスね、なかなか日本でやりにくいんじゃないかなと思うのは、水が原因で何かね、体を壊したりとか健康を害したりっていうのが多分ね、もう痛い病ぐらいの公害病ですか、あそこら辺ぐらいだったんじゃないかなと思うんですよ。もちろん井戸からヒ素が出たっていう、そんな事件もあったと思うんですけども、まあなんせね、今日本っていうのは世界中からその水資源とか水源が狙われるぐらい、世界でも稀に見るようなね、もう水資源大国なんですよね。ですので、当面水がどうにかなるっていうのはなかなか考えにくいかなと。それに加えて、その浄水器ビジネスとかね、それから水素水みたいなのが出てきたりとかしてね。で、まあこれ事の本質はよくわからないんですけども、ただ印象がすごく悪くなっちゃうと、水関係のビジネスが。だから水なんて何でも同じだよみたいになっちゃってるのかなと。要するに国民とか市民の感情ですからね、これはね。水を変えないとやばいって思っていただけないと、非常に高額な、ね、お金を出して水を切り替えようなんてのはなかなか思っていただけないんじゃないかなと思ったりするんですよ。まあ、だからこそね、手遅れになる前に手を打っとかなくちゃいけないんじゃないかなというところもあります、ね。水が汚染されたらもうどうにもなりませんからね。ただ当面ね、日本の水ってのは世界でも稀に見る水準の高い、水なんじゃないかなって気がしますね。でミネラルウォーターのこともそうですけども、健康にすごく気を使う人がね、ペットボトルの水をこうミネラルウォーターとかをね、飲んでいますけども、結局味噌汁とかカップラーメンは水道水で作ってますしね。ほとんどの生活水ってのが水道水でやってるのに、直接飲み物として水を飲む時だけペットボトルでは、まああんまり意味がないのかなっていうところと、実際にミネラルウォーターをはじめとする、まあ、いわゆる水道水じゃない買う水ってのは、水質検査が30品目で行われてるらしいんですけども、水道水は150の試験を通ってるんで、水道水の方が安全度は高いというね、とんでもないことになってるということがあります。それから水の生産現場とかに行くと分かるんですけども、例えば辺野古の水とかね、辺野古の水ってのはないと思いますけども、まあ、例えば辺野古の水とかね、ペットボトルで売られてるとしたら、その辺野古の水ってのは、その全体のね、売られてるペットボトルの中の水のなんか 10% ぐらいしか入ってないんですよ。まあ、ひどい時には 1% ぐらいね。でもちょっと入ってて、残りは水道水でもその後産地の水を歌えるということでね。だからほとんどなんかどこのなんとかの富士の名水とか言ってもね、富士山の水がそのまま入ってるわけじゃなくって、ほとんどが水道水だということらしいんですけども、これは一体どういうことなんでしょうかね。はい、まあいろいろと水に関しては議論が尽きないところでございますけども、今回はこの辺でお疲れ様です。